井川さんのご出身は北海道札幌でよかったでしょうか。沼田町。大学へは？あ、行かないですね。もう卒業してすぐ寿司屋に入ってます。それなんで寿司屋だったんですか。でも小さい頃からなんか親があんたは寿司屋になれと袋が飲食店やってて、なんかあの、はい、皆さんってなんかちょっと粋なイメージあるじゃないですか。粋な感じが好きで、でそれでお袋が小さい頃からちょっとあんたは寿司屋になりなさい。お母様は飲食、ご飲食は何のジャンルをやられてたんですか。居酒屋さんですね。ただ高1の時でも学校行きたくないなと思った時期があって、まあ、とりあえず高校だけは出とけと。はい。で高校出てすぐ札幌に出てお寿司屋さんになりました。結構お寿司屋さんですんなり入れるもんなんですか。でたまたま知り合いがその入ったお店の近くでご商売してて聞いてもらって、あすんなり、お寿司屋さんのお仕事って入れた感じですか。そう、まあもともとおふくろが居酒屋さんやってたんで、まあ、小さい頃からこう卵焼き焼いて自分のご飯作ったりとか、いやいや楽しかったんで全然苦労したっていうイメージはないですね。あ、なんかお寿司屋さんっていうとやっぱすごい厳しいイメージなんですけど。いや、なんか結構いろいろやらせてもらったんで。要は東京の江戸前寿司のようなお寿司を学んでたってことなんですか。なんか最近あの町寿司っていう言葉がこう出てきてるじゃないですか。はい、はい、なんかそういう、まあ、札幌でもまあなんかすすきのからはちょっと外れてるところのお寿司屋さんで、まあそこの駅ではもう完全に一番店みたいな3世代が来てくれるような、もう一通り仕込みから握りまでやらせてもらってたって感じですか。そうですね。まあまあ全然満点、あのペイペイなんで、まあ、雑用に近いです。出前持ってって、今もう出前なんかほぼないじゃないですか。ウーバーとか。そうですね。どのくらいそこには勤められたんですか。そこはちょっと4年いて、ちょっともうちょっと早く覚えたいなと思って、次の、はい、まあもう親父と僕しかいない。失敗したら僕が怒られるみたいな逃げ場がないやつですね。どこかないような状態のところのお店に行きましたね。まあでもその大将に出会ってなかったら続けてないかもしれないですけど、そこはちょっとすすきののお店だったんで、お姉さん方が来るようなお店で外に行くから、通常の握りの大きさではなくこう気を使って小さめに握ってあげるとか、それをあえて行くわけじゃなくて気遣いとかを教えてもらいました。3年いましたね。もうお店出してもいいかなとか思ったんですけど、ぶっちゃけこれ使えるかどうか分かんないけど、はい、お店のキャパって限られてるじゃないですか。はい、7席とかで小上がりがあってとか、はい、最近はもうカウンターの店しかないですけど、これで年間これだけしか稼げないんだなと思ったらちょっと面白くなくて、でちょっとあの15年ぐらい寄り道してます、自分の店持つまで長いっすね15年だから金額的にはもう上限見えてるって感じですね。じゃあ見えちゃってて、いやそれがじゃあ一生続くのかって言ったら絶対続かないんで、水商売なんてやっぱり一回外出て違う仕事をしてみようかなみたいな。外出て違う仕事っていうのはもうじゃあ完全に寿司屋を辞めたって感じですか。寿司屋を辞めました。はい、すごいですね。それは言える仕事ですか。全然言えますよ。5年ぐらい市場で働いて、こう魚の流通とか覚えて、はい、そこもめちゃくちゃ面白かったですね。人もみんなよくて、その市場で勤めてた時っていうのはもうお寿司屋さんをまたやろうっていう気持ちにはなってたんですか。なってます、なってます。市場の人たちにもう将来は店やりたいって言ってた。魚の種類とか覚えるのもいいし、あの魚屋さんって基本的に全部の魚扱うじゃないですか。はい。お寿司屋さんって結構限られたネタになるような魚しか触
がないっていうのもあって、市場で働いてる時に今度なんか飲食ちょっと立て直してほしいっていうお店が小樽にあって、小樽で飲食店の立て直しみたいななんか感じで雇ってもらって、そこで北海道物産展っていうまた面白い、はい、日本全国の百貨店を巡る回る仕事をそこでちょっとさせてもらったら、それがまた面白くて、でその会社に勤めながらそういうこともやらせてもらって、台湾で事業をするってことになり、台湾ですか、はい、新規の店舗立ち上げみたいな感じで1年ぐらいびっしり台湾行って、1年間8店舗ぐらい立ち上げたんです。え、それは何のお店なんですか、お寿司屋さんですか。いや、全然違います。今はもう主流になってるテイクアウトのお寿司、それがまだ台湾にはそんなくて、テイクアウトのお寿司とおはぎと大判焼きの店、ガイドカフェ、大阪に昔あったこうシュークリーム屋さんのフランチャイズ、この店舗を同時にオープンするっていう、シュークリームの工場に行ってシュークリームのカスタードクリームの作り方を覚え完全に寿司から離れてますけどね。でもその間もやっぱりいずれは独立してお店出すっていうのは決まったんですよね、自分の中でやりたいと思ってたんです。で、それ50歳くらいでいいかなとか思いながら動いてたんですけど、たまたまなんかいい話がタイミングよく来て、それが40の時に話が来てお店やることになって、これもたまたま運よく世の中がこう飲食ブームみたいなのにあたり、もうほんとたまたま運よく今続けてられてるっていう状況です。これが今の寿司の蔵という、そう、はい、こちらのお店のオープンって何年になるんですか。2014年ですね。最初なんか全然悪かったです。だから魚のどういう状態でこの今美味しい状態を寝かせておけるのかっていうのをこう日々考えていろいろ実験してやってて、それが今につながってます。だからめちゃくちゃ暇だったから、このいい魚をどうやってこういい状態で保てるか、まあ、あんまり使いたくないけど熟成させてるとかって言ってるお寿司屋さんとはまた別、はいなんですよね、入り口が。お客さんが来ないからどう持たすかっていうところからですね。そうなんですよね。暇だからどうやってこういい状態を保てるかっていう